はい、皆様こんばんは、いちたまです。プレゼント企画、たくさんのご応募ありがとうございました。今回、まあ結構な票をいただいておりまして、早速抽選していきたいなと思います。で、愛媛もだいぶ寒くなってきて、で昨日雨降ったんですよ。でずっと僕外で管理でまだ置いてるんですけど、そろそろ入れないかんですね。ほんであれですね、まあでも次の祝日までは乗り切れるかなと思ってます。多分大丈夫だと思います。まあ愛媛はまだ暖かいんでいいかなと思うんですけど、関東より北の方とかも家の中に入れてますよね。うちもそろそろ入れないかなと思っております。室内管理されてますかってことなんで、抽選やっていきたいと思います。で、残念なんですけど、冷凍マドンナ人気ないですね。美味しいんですけどね、もう寒いんでいらんのかなと思うんですけど、美味しいんですよ。皆さんぜひ食べていただきたいなと思うんですけど、このハオルチアとクロランサですね。クロランサの倍率が高かったんで、もうちょっと作っとけばよかったなって思ってます。あと2株インスタライブで配りましたんで、まあそのインスタの方はラッキーかなと思います。まず倍率少ない方から、ハオルチアからいきます。ハオルチアは多分4票だったと思うんで、まあ引いちゃいますね。 ABCD だったと思います。ちょっと不安になってきたんで、もう一回見よう。はい、確認しまして、これ4票だったんで ABCD の中から抽選です。まあちょっといっぱい入ってるんで何が出るかわからんので、その部分はカットしますね。さあ ABCD の中で出るかどうか。お、C の方、ご当選です。おめでとうございます。こちらお送りしますね。で、土がちょっと乾燥してるのと、まあ、あの寒いんで、あんまり濡らして送らない方がいいかなと思うんですけど、土がこぼれる可能性が高いです。寒冷地お住まいでなければ、一応湿らせてお送りしたいなと思うんですけど、多分このままの乾燥具合だったら、中で暴れますね。暴れないようにちょっと中に綿敷き詰めたりとかティッシュ敷き詰めて動かないようにしようかなと思うんですけど、まだこれ根っこ張ってないですからね。で、届いたらあったかいとこに入れて、室内とかがいいですかね。で、木漏れ日、カーテン越しの光が当たるような、まあ冬なんで直射でも OK ですけど、暖かいところで明るいところで管理してください。まあ多分これ買われた方は知ってるかなと思いますんで、これおめでとうございます。絶対可愛くなります。これそれじゃあ C を戻しまして、これもう当たらないかもしれんですね。クロランサの C 一応入れますよ。入れますけど、次 C であることはまずないと思います。確率的に次9分の1ですね。9分の1クロランサいきます。こいつももしかしたら暴れるかもしれないんで、一応湿らして送りたいなと思うんですけど、寒冷地の方だったらもう綿をぎゅうぎゅうに敷き詰めて送りますんで、でもし暴れてたら申し訳ないです。それじゃあ9票だったんで9分の1です。いきますね。さあどれが当たるか。よし、これだ。じゃん、 E の方、いいの方、ご当選おめでとうございます。こちらお送りします。おめでとうございます。はい、以上で、おかしいな、冷凍マドンナがあったはずなんですけど票がなかったですね。美味しいんですけどね、ほんと。皆さん次は買ってみてください。応募してみてください。冷凍マドンナだったら絶対当たっとったらいいなと思うんですけどね。欲しくないですかね。まあ
美味しいんですけどね、ぜひ一度食べてみてほしいんですけど。でそんな感じで今回はあるんですけど、インスタとツイッターで、ご住所郵便番号から、お名前電話番号もつけて、ご連絡いただけたらと思います。で、お支払い送料お支払いはさ先に着払いじゃなくて先払い初払いになりますんで、それだけご了承いただけたらと思います。で初払いに関してなんですけど、送料はペイペイか銀行振込でお願いいたします。はい、だいたいまあ60で送れるかなと思います。こんな感じでご連絡お待ちしております。次は500人登録の時に何出そうかなと思います。前のこの1個前の動画で椅子綺麗にしたんですけど、その椅子いる人いますかね。まあいないとは思うんですけど、それも欲しい人が一人でもおったらプレゼント商品に入れようかなと思ってます。はい、じゃあこんな感じで400人のご登録プレゼント企画終わります。たくさんご視聴いただいたりご登録いただいてありがとうございます。もうちょっとチャンネル登録が増えましたら、いろいろ企画してますんで、チャンネル登録されてない方ぜひよろしくお願いします。でアガベ南アフリカダイヤモンドに関してなんですけど、次の動画でちょっとお知らせがありますんで、ぜひ見てってください。それじゃあ今回は2名の方ご当選おめでとうございました。それじゃあ次の動画で。